皆さん、こんにちは。ランタナちゃんの田中です。春になってきて、少しね、暖かくなってきましたよね。フルマラソンのシーズンもほぼほぼ置いて、トラックシーズンに向き合ってるっていう方もいらっしゃるでしょうし、ステップアップのためにインターバルを始めましたっていう方もいらっしゃると思います。ぜひですね、頑張っていただきたいなというふうには思うんですけど、やっぱりインターバル練習の落とし穴の部分についてしっかりとですね、理解しておいていただけると、これからのパフォーマンスを上げていく上ではすごく重要になってきます。最終的には皆さんが目標としてほしいのは、10キロのパフォーマンスアップを目指してほしいんですね。で、5キロとか、まあそれ以下の距離でも悪くはないんですけど、スピードのキャパは上がるかもしれませんが、私たち一般市民ランナーが目指すところっていうのは、最終的にハーフやフルマラソンを目指していくっていうふうに考えると、やっぱ距離感が遠い、再現するスピード感も遠いということで、生きてこないわけではないんだけど、やっぱり10キロ向き合っとく方がいいかなと思うので、ぜひですね、最終的には10キロのパフォーマンスを良くしていくために練習を頑張っていただければと思うんですが、まあそんな中でインターバル始めたよっていう方がですね、まあこの王道の練習されてる方は結構多いんじゃないかなというふうに思います。400メートル10本とか1000メートル5本っていう、これかなりね、陸上競技の中では王道の練習方法にはなってくるかなと思うんですけど、中高生も含めてですが、よく練習としてやっていくとは思うんです。で、まあ経験のある方だったらわかると思うんですけど、これでね、例えば5000メートルの記録結果出していきたいよって言ったら、ちょっとプラスアルファ的に足りないんじゃないかって感じる人もいるし、経験的に言うとこれだけやってれば十分と思う方もいらっしゃるとは思うんで、まあ様々なご意見があるとは思うので、ぜひですね、コメント欄にご意見いただければ嬉しいなというふうに思うんですが、私のこれあくまで感覚なんですけど、再現したい距離に対してですね、ちょっとプラスアルファぐらいの距離感で練習ができていないと、やっぱり難しいかなと思っています。というのも、インターバルの練習方法っていうのは基本的にぶつ切りになってしまっているので、線にならないんですね。で、その線にならないがゆえにですね、こうレース当日になって再現できる本当に練習になってるかっていうと、やっぱりちょっと別じゃないかなと思うんですよ。例えばジョギングの距離がめちゃめちゃしっかり取れていて、タフな走りができてるっていう風なことを、そうじゃなくてこの練習だけやっていて普段のタフさがないっていうことを、やっぱり練習が同じこなせていたとしても、パフォーマンスに大きな差が出てくると思うんですよね。一概にまあこれが全ての回答になるわけじゃないよねっていう話で、まあその普段の過ごし方とかもやっぱりかなり大きく反映されてくるとは思うんですよ。で、仮に僕が15分を目標に5000メートル走りたいなと思ったら、1周あたり72秒じゃないですか。で、72秒の設定よりも、まず、ちょっと早めに設定できて、初めて15分やっぱ切れるかなっていう印象を持っている。つまり、70秒設定ぐらいのペースラインでちゃんと練習できるかどうかは、すごく大事だなと思うわけですね。プラスアルファで、400メートル10本やっても、トータルすると4000メートル。1000メートル5本やったとしても、トータルすると5000メートルですけど、インターバルという、まあそのリカバリーに該当する時間がどうしても入ってしまうから、その総量が足りないんじゃないかっていう話になってくるので、本数を伸ばすか、そもそもの距離、質を伸ばすかっていうところになってくるわけなんですが、まあ皆さんはどちらの方がお好きかっていうところですね。で、この練習の中で、まあやっぱり王道練習だとは思うんですけど、やっぱ足りないなっていうふうに感じるのが、そうなんですよ。再現する距離がやっぱりこう遠いっていう話ですね。400メートルでこう1回1回こなせるかどうかの練習をやっている方っていうのはよくありがちだと思うんですけど、リカバリーがすごく雑になってしまいます。ペースはね、どんなに落としてもいいと思うんです。で、というのもですけど、そのフレッシュなフォームをちゃんと維持して400とか1000メートルはこなせないとダメだと思うんですよ。例えばもうほんとグダグダでぶん回してもう首振って顎上げてみたいなのが、本当にその中盤からもうなってて、なんとかこなしてるっていうのが、そもそもその人の再現として大事なのかっていう話になってきますよね。それが5000メートルも10キロも続くわけではなくて、その場しのぎの練習になっていて、もうこなすことが目標になってしまっている。まあ悪循環になるよねっていう話ですね。だったら、やっぱり目標値を一回ちょっと下げてでも、フォームが安定するか、もしくはリカバリーを長く取ってでも安定するように、心がけるべきではないかなと思うんですが、そういう人ってやっぱりこう、リカバリーの、フォームがすごく雑になっていることが多くて、一回一回こなすためにですね、楽な姿勢で走ろうとしすぎてしまっていて、結果ですけど、それをつなげてレースにこう再現を持っていこうと思った時に、結びついかない人が結構多いなっていう印象を持っています。そうならないようにするために、じゃあどういった工夫がこの練習の中で必要かというとですね、プラス
15分から20分のペースランニングを別途入れるという内容ですね。で、これはね、すごく重要じゃないかなというふうに思っています。実際私も今年の冬ですね、最終的にパフォーマンス発揮する場を作れなくてちょっと情けないんですが、練習のインターバル走の後に必ずこれをみんなでやるっていうのをやっていました。正直言うと結構ですね、ここで気持ちが打ち上がってしまってることが多くて、ここに行き着かないっていうのはあるんですけど、やっぱり集団心理でこれやるよって決めたらみんなやっぱりやってくれていて、で、タフさがすごく身についたなって印象があって、みんなもですね、中間走を落としにくくなって、で、10キロのパフォーマンス自体もすごく良くなって、練習の質が上がったなっていうふうには感じましたね。で、この時のペースラインってどのぐらいでやってたんですかって話になるんですけど、これジョギングじゃダメなんです。というのも、皆さんもご経験あると思うんですけど、その E ペースって言われるジョギングペースですね。せめてそれぐらいは発揮してほしいなと思うんですけど、なんでそのぐらいのペースラインでちゃんとやらなきゃいけないんですかっていうと、フォームがやっぱりこうマラソンに結びつけていけるような感覚になるまでは、ある程度スピードが必要になりますよね。やっぱりゆっくり LSD のような走り方やってると、レースに使えるようなフォーム再現からは、大きく遠ざかってしまっているので、変な話、どんなフォームでもなんとなくこなせてしまうペースになってしまうわけです。例えばグダグダしたね、背中が丸くなったりとか体が反ってたり、あー辛いなと思いながらグダグダズブズブ走っていても、なんとなくこなせてしまうペースでは、ここで再現していきたい、そのリカバリーの時に使いたい、リカバリーの時に使いたいランニングフォームというのは習得しづらいと思うんです。で、最終的に長く続けて同じフォームをずっと一歩一歩同じ再現を続けるのが目標になってくるんですけど、インターバルの悪いところとしては一回一回ぶった切らないといけないということで、一回一回フォームを崩すタイミングがあるんですね。で、それで結果ですけど再現に結びついていかない原因を作るんだったら、ベッドでいいんですけど、そのプラスアルファで本当に疲れている時にしっかりとフォームが再現できるような練習時間を入れるといいよねっていう話ですね。運動強度自体は少し落ちるんで、苦しいながらフォームをまとめることはできると思うんですけど、ただ持続時間がそれなりに長くなってくるので、疲れてる中でも高い集中力をキープしなければならないし、フォームの安定性を意識してパフォーマンスをちゃんと大事にできる時間を作らなきゃいけないです。理想的に言うとこれマラソンペースぐらい以上ではパフォーマンス的にはやっていただくとすごくいいんじゃないかなと思うんです。で、ここ厳しく練習できるようになってくると、ここで出てきたそのスピードのキャパがですね、ここのプラスアルファで、合わせてそのスピード持久力が身について結構レースでも再現に近づいていくんじゃないかという話ですね。王道の練習だけで、こなすんではなくて、プラスアルファの練習も合わせてですけど、ぜひですねこなしてやってみていただけるとおすすめです。最初はただやっぱり辛いと思うので、いいペースぐらいからでも十分かなというふうに思うんです。ただやっぱりフォームが意識できるパフォーマンスでちゃんと練習するっていうのが大事になってくるので、楽にジョギングするダウンジョグみたいな感覚でやるものではないっていうのはご理解いただければなというふうに思うので、ぜひですね、今インターバル取り組まれている方はそのプラスアルファの部分ちょっと考えてみてください。はい、ということで、皆さん今日の話はちょっとご理解いただけたでしょうか。結構ですね大事なポイントではないかなというふうに思います。これからねインターバルなどをどんどん取り組んでいて、パフォーマンス上げていきたいと思っている特に中学校とか高校生の子たちなんかもそうなんですけど、なかなか先生方がねおっしゃることをプラスアルファこなすのって難しいかなと思うんですが、ここができるようになってくると、その中間で耐えていくために必要なタフさが身についてくるので、そのタフさがあればですけど、高い集中力と持続力がちゃんと身についてくると、レースで最後までちゃんと勝負できるようになります。やっぱ中間走の不安っていうのはできるだけ抑えていけるようにしたいので、インターバルだけで満足しないようにしましょうということと、我々市民ランナーからしてみても、より長い距離でやっぱりキープして集中できるようになっていくには、やっぱり一番辛い時に同じパフォーマンスを再現できるようにするのが理想的なので、一番辛いインターバルこなした後にマラソンペースがちゃんと走れるっていうのは、おそらくですけど長い目で見るとすごく効果的にはなるんじゃないかと思うので、ぜひですね試してみてください。タナでした。ご視聴ありがとうございます。高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録はこちら、おすすめの動画はこちらになります。では今回